写し直ししようか。青いやつ。こっちです。あ、直った。あ、ダメだ。でも外れたから。ダメですね。電気入れなしましょう。そっか。いいですか。はい、ありがとうございます。すみません、皆様お待たせしました。6月のデモンストレーション始めさせていただきます。ちょっと今月は、1週間ごとに行うような形になってしまってますけども、本日は、会社にいらっしゃって、見学に来てらっしゃる企業様も一社ございます。またインスタグラム、フェイスブックからご覧のお客様、ご参加いただきありがとうございます。早速ですけども、デモンストレーション始めさせていただきます。本日を、後ろにある機種を使ってデモンストレーションを行います。 29W 型の、機種になりますが、1時間あたりの能力が、45kg、 非合資面積が 0.5 平米と、国の基準を満たしている届け出不要の焼却炉となります。この焼却炉を使って、ご説明と焼却の内容を見ていただこうかなと思いますので、お付き合いください。で、早速ですが始めさせていただきます。弊社アトモス技術研究所の小型焼却炉なんですけども、特徴があります。まず、煙を出さないというふうにありますが、煙を制御することができるということです。で、二つ目で、超低ダイオキシンというふうにあります。これは国の、定める基準の50分の1の排出量で、安全でご利用いただけるということが、結果でも出ております。3番目、公共機関への届け出が不要。冒頭申しましたけども、国が定める基準というのがございます。それの未満で守って基準で作っておりますので、基本的に届け出が不要にはなりますけども、ごく稀に、設置する県や市町村によっては追加の条例がございますので、その点はお問い合わせ時にご確認したいと思っております。で、次に電源は単相 100V、通常の家庭用コンセントで OK ということです。ただし、まあ、単相であること、チリメーサー専用として、お使いいただきたいと思っております。で、燃料は灯油を使用しております。で、最後に水道水なんですけども、特に弊社のチリメーサーが水冷式というわけでもないです。この水道、何に使うかと言いますと、煙を制御するときに使います。弊社の特許技術の部分になるんですけども、煙を制御するときに使うものになりますので、水がずっと出っ放しというわけではありません。なので、この辺も比較的経済的にはいいのかなと思っております。以上、この5つが大きな特徴となっています。では、早速、焼却の内容を見ていただこうと思うんですが、本日は、事業所から出るような一般の、こういった廃棄物、弁当の殻とか、ペットボトルとか、そういったものになります。で、次に、タイヤですね。今回カットしたタイヤになりますけども、こちらを焼却したいと思います。で、今、後ろに映っている焼却炉なんですが、TG29 型と呼ばれる焼却炉です。支点検扉と呼ばれるところがこちらになるんですが、焼却炉を立ち上げる前は、こっちから廃棄物を投入していただいて、スタートします。それ以降、ここの扉を使うのは、灰出しの時だけですね。あと中の点検する時だけになります。立ち上げ時に廃棄物を最初に投入する支点検扉になります。で、2回目以降、どこから投入するのかということなんですが、2回目以降はこちらの
連続投入口と呼ばれるところから廃棄物を投入していきます。中の炉の構造なんですけども、二重扉になっていて、これが1回目の扉です。で、左側のバーを下げると、二重扉の扉が開きます。直接炉につながる扉ですね。これを閉めて、で、廃棄物をまずセットしたと仮定して、押し込むときに手前にぶら下がっているこのプッシャーと呼ばれるところで、中に廃棄物を押し入れるという作業があります。2回目以降の廃棄物はこちらから投入することになります。ありがとうございます。そして、弊社の焼却炉なんですが、バーナーが 2箇所についてます。2箇所についてます。下のバーナーで廃棄物に直接火を入れます。助燃バーナーになります。上のバーナーは再燃バーナーとして煙を焼き切る、焼き消す、バーナーの一つになります。この二つのバーナーを活用しながら、煙を制御して焼却していくという流れになります。大きな部位の説明は、下の説明はそうなるんですが、あと上にですね、煙突の両サイドに耳のようについているのが、バイエンノード系といって、煙を感知するセンサーになります。これは自動タイプのみについているものになるんですが、煙突の中で煙を感知したらそこで制御を働かせるセンサーになります。焼却の中身でこのセンサーの役割をお見せしますので、そちらもご覧ください。はい。それでは、早速ですが、焼却に入りたいと思います。まずは、タイヤから行きます。はい。いつもと順番逆になりますけども、タイヤから行きます。これは、4分の1ぐらいにカットしたものですかね、のタイヤになります。今回はちょっとカットしたもので行います。先ほどお伝えした連続投入口から入れていきます。タイヤセットしていただいて、閉めます。で、プッシャーで中に押し入れる。で、はじめに制御を外した状態で、行いたいと思います。いわゆる野焼きと同じ状態にしたいと思います。このように廃棄物もしっかり中に入りました。で、最初、タイヤに火が入ると、煙突から黒い煙が出始めると思います。これが通常の野焼きと同じですね。で、それでは制御をかけていきたいと思います。今、あえて制御外した状態で焼却しました。制御かけると、ちょっと音が変わりますけども、このような状態になります。通常タイヤは一番煙が出やすいものの一つになるんですけども、チリメーサーで、ある条件をしっかり満たして焼却していただくと、このような状態になります。まあ、あるお客様は本当に燃えてるのかっていうことを言われた方もいらっしゃったんですけども、本当に燃えてます。嘘偽りなしの焼却になります。で、今、燃えてる状態、どうやってわかるかっていうことなんですが、今、実は横に小窓がついてます。ここから中を見ることができます。ちょっと、見づらいかもしれないですが。この小窓から中の様子を見ることができるので、一つ楽しみの一つとなるかもしれません。まあ、今、ちょっとお気づきの方もいらっしゃると思いますが、今、この焼却炉使ってるんですけど、立ち上げしてもう3時間経つんですが、横に立っても、全然、苦しいほど熱くないので、作業員さんの方も非常に安全に動きできるかなと思います。で、また安全面からこういった熱が伝わりやすい場所には紙が入っているので、何か弾みで触ったとしても、直接
触れることがないので、その辺も安全面の配慮しているところになります。ちょっと今タイヤ焼却中ですのでしばらくお待ちください。これでもまだ燃えてるので煙しっかり制御できていることがわかると思います。タイヤが燃え切った後に一般の廃棄物焼却をお見せしたいと思いますが、今焼却炉の温度が何度になっているかっていうところなんですけども、ここが制御盤になります。で、今実際炉の温度が何度かっていうところなんですが、ここの2つの画面で温度を表しています。最燃焼室が794、主燃が722となっています。このぐらいの温度帯で焼却していくと、煙もいい条件で制御できてきますので、しっかり炉の温度を上げてもらうことが重要なポイントの一つになります。で、今制御盤、これ自動タイプの制御盤になります。弊社の焼却炉は自動タイプ、手動タイプと2種類ございますので、手動タイプはまたこの後にご案内させていただきますが、こちらは自動タイプです。このボタン一つで焼却炉が立ち上がりますので、制御盤での操作自体は非常にシンプルなものとなっています。ただし、まあ自動だからといって、まあ作業員さんが離れていいわけではなくて、まあ2回目以降はこちらから廃棄物を投入していただくことになりますので、まあ焼却炉の近くで作業していただいて、次の廃棄物投入に備えて準備していただくという流れが一番いいと思っております。まあその他、この周りで作業できることがあれば、そういった意味ではすごく効率的に作業ができるのではないかなというふうに思います。で、今入れますけども、定期的にああいう木くずなんかを一緒に入れていただくと、より効果的に焼却ができます。まあ、木くずが助燃剤の役割になりますので、バーナーだけの力で焼却というよりかは、こういう木くずに火を入れてより燃費を抑えて焼却するということができます。では、まあ、こういった事業系の一般廃棄物ですね。まあ、事務所とかから出るような弁当くず、タイプラなんかも焼却ができます。今回45リッターの袋になります。同じように、こういう2回目以降は、プッシャーで押し入れるという形です。もう今は自動タイプの制御がかかった状態ですので、煙は出ない状態で焼却していけると思います。実際今の45リッターの袋一つ、今の温度帯で入れるとだいたい5分から10分で焼却が可能ですので、あっという間に燃え切ります。で、燃えた後なんですが、この支点検扉の下ですね、非合紙が、まあ、炉の中の話ですけども、非合紙がついてますので、その非合紙の下に灰がどんどん落ちていくような形です。なので、日中燃やし切った後は、翌朝に灰を出すようなイメージでやっていただくといいと思います。で、灰を朝出した後にまたその日、焼却炉を立ち上げるという流れですね。
で、この連続投入口、今45リッターの袋を1つ入れましたけども、だいたい横の幅が700、高さが600ほどになりますので、結構大きめの廃棄物も投入することができます。はい。以上ですね。タイヤと一般廃棄物の焼却を行いましたけども、今回もしっかり煙を抑えて制御することができました。まあ、今回タイヤとこういった一般ゴミやりましたけども、様々なハイプラスチックであったり、木くず、いろんなゴミも焼却することができます。で、焼却物によっては条件がやっぱりありますので、その辺はお問い合わせ時に、廃棄物のアドバイザーからいろいろご案内していきたいなと思っておりますので、ゴミ処理アドバイザーですね、ご案内しますので、お気軽にお問い合わせお待ちしています。はい。では、今回のデモンストレーション一部はこれで終了させていただきたいと思います。5分後に2部を始めますが、2部は製品紹介。ちょっと大型の機種が横にありますので、その紹介を兼ねて行いたいと思います。では、これで1部終了します。ありがとうございました。